ほら。わかります？はい。そうなんです。こちらの、この前紹介した 934FS はこういうつかみになります。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？引き続き、ローリングスプロプリファードフィンガーシフトグラブ。プロプリファード FS スタイルですね。こちらの方、今日は N54FS のご紹介でございます。それでは、どうぞ。はい、スタートしますね。フィンガーシフトのシリーズでずっとやってて、前回は、他のメーカーさんのね、フィンガーシフトと比べて。まあ、この 934FS が、まあ、この辺のやつとね、まあ、似たシルエットということでご紹介したんですが、今日は同じローリングスさんのプロプリファード FS スタイルでも、フィンガーシフトでも、54FS、N54FS っていうね、ほら。わかります？はい、そうなんです。こちらの、この前紹介した 934FS はこういうつかみになりますけど、ポケットセンターがウェブ寄りで、今回紹介する 54FS については、もちろんフィンガーシフトでズコって入るんですけど、こういうつかみになります。親指、小指が近い感じ。で、ポケットセンターが、この、人差し指寄りになってくると。そういった、こう、こういう感じじゃなくて、こういう感じのね、スタイルになりますね。それが大きな違いでございます。サイズは同じ 11.5 インチでございますね。スペックの方をご紹介しましょうか。公式用内野手用 GH4PRN54FS。今回キャメルを選択しました。キャメルとレースはね、ブラウンですね。ダークブラウン。それからサイズさっき言った 11.5 インチということで、上代税込み同じく6万500円、こちらと同じですね。はい、じゃあ順番に特徴の方をね、個別に見ていきたいと思います。シェイプの違いを先ほどお話ししたので、どっちが好きですかということなんですが、この前見てない人もあるんでね、このプロプリファード FS スタイルについての特徴を言っていきます。素材は上質なカナディアンキップレザー、プロプリファードですからね。で、ライニング、平側はグリップ注意レザー。ライニング専用のしっとりした、まあ、グリップのいいということですね。ね、ちょっとした感じのね、フィット感のいい素材を使用してございますね。はい。で、フィンガーシフトについての特徴ということで、この前紹介した 934FS については他のメーカーと同じようにこのね、小指の3ループ1本抜いてあったんですけど、こちらは、はい。抜いてないですね。面白いですね。理由はですね、このシェイプにありますね。ちょっと並べてみますか。はい。並べるとわかるんですけど、こちらはね、深くポケット下に、センターが来るように設計されてます。まあ、普通のっていうか、今までよくあるパターンのグラブのスタイルで、あるわけですが、こちらについては、ポケットセンターが人差し指の下の辺に寄ってくるということで、縦に閉じるためにね、うん、縦閉じが好きな、こういう閉じが好きな人っていうことでね、なってますんで、手口、まあ、いつも言ってますけど、手口が親指寄りに寄ってます。わかりますか？比較してみるよ。ここね。見ていただくのは、ここの、まあ、わかりやすいのはどこだろうな。ここの距離だな。うん。ここの距離。この、股になって分かれてるところまでの距離。こっちが 934FS。で、こっちが、ほら、長いでしょ？ N52FS。ここ。またんとこまでね。うん。わかります？わかりづらいかな？ほら、距離が違う。うん。だから、手入れたときに、この手がね、ギュッと、こっち親指寄りにこう、キュッとこう来るんで、
ここ長いですね。なので、そうだそうだ、この話ね。うん、ここの話ね。ここから、この手口までの距離が長いんです。1センチちょっと長いかな。ここの距離。だから、こっちの方が短いんで、935FS の方が短いんで、こう入れた時に、ここね、かかっちゃうんです、ここにね。かかっちゃう、これ外してあるんだけど、こっちの N52FS の方は、ここまでの距離が長いので、指の先がね、小指の先がこの辺なんですよ。ここまで届かないから。まあ、ちょっとタイトな気はするけど、まあ、広げれば大丈夫かなっていう。だから、ここが長いんで、こう外す必要ないでしょっていうことだと思うんだけどね。はい。そんな違いがございますね。だから、フィンガーシフト用新杜氏ではないスタイルになります。まあ、大きいグラブについては、フィンガーシフト用のね、ああいった抜きの杜氏にはなってないんで、同じことということですね。はい。それから、三つ目。ピンキーストール分離ループ。これは同じです。こう出た時に、あ、これはキャメルだから見やすいかな。こう、わかります？薬指と小指が別々にこの小指袋に入るスタイルですね。まあ指出しても出さなくてもいいですけど、指出した方がわかりやすいかな。ここ。ね。これ人差し指、中指。で、ここ薬指小指ですけど、薬指小指が分かれてる。あ、見づらいか。また写真出しときますね。はい。というふうな感じですね。それから、あ、ごめんなさい。もう一回ですね。ミドルガセット。ここ。こちらも同じスタイルでしたけど、曲げやすいようにね。ここでキュッキュッて曲げやすいように。ここにガセットが入った形。うん。閉じは違いますよ。形が違うからね。はい。ミドルガセットですね。この辺も共通です。で、今、ミドルガセットまで行きましたね。タディットサム。ごめんなさい。こっち、また見せなくちゃダメだね。ここ。親指パッドが当たってますから、ふかふかですよっていうね。ふかふかですよ、うん、まあ、そんなところなんで、まあ、この 934FS と違うのは、この小指のところのね、見た目は、作りになります。で、これ一番大事ですけど、シェイプが違うと。シェイプが違います。ね。こうまっすぐ向くようにこうすると、こういう感じかな。うん。わかるでしょ？この、感じ。キュッキュー、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 ね。はい。まあ、この辺は、お客様の、ユーザー様の好みに合わせて選んでくださいっていうね、ローリングスジャパンさんの配慮かと思いますね。ストリームドサムは同じでございますね。あ、ウェブのこと言ってなかったね。ウェブはこちらは、H ウェブ。まあ、プロ I になりますけどね。こちらは、モディファイドシングルポストウェブ。シングルポスト、シングルバーですね。ここは、しっかりしたシングルポストが入ってるんですけど、編み上げにすることで柔軟性も持たせてます。ポケットはここがっつりね、止めてある形になりますけどね。で、ラベルは、ブラックに、これ何だったっけ？ネオンなんとかって言うんだろう。ネオンなんとかじゃなかった。オプティックイエロー。オプティックイエローね。これ人気あるのかな、この色。うん。まあ、キャメルにそういった配色になるわけでございます。まあ、どちらが好きかは、皆さんのお好み次第ということで。サイズはね、11.5 ということで、最近の内野手用の主流のね、大きさに仕上げてございますね。はい。いかがでしたでしょうかね。こういう閉じが好きな人と、こういう閉じが好きな人っていう感じですね。うん。まあ、絶対そうなるとは、まあ、こう、自分の好きに変えていけるんだけど、ベースになってるポテンシャルがそういうことなので、そういう風に使った方が使いやすいかななんてね、思ったりする次第でございます。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？こちらね、934FS とはちょっと趣を意味した、ね、シェイプが
考え方がちょっと違うグラブのご紹介ということで、今日はいかがでしたでしょうか。どちらが好きですか、縦ですか横ですかみたいなねところですけども、縦横って言い方もどうなんだろうねと思うけど、まあ、あのポケット製では違うというね解釈でいいと思います。それでは皆さん、さようなら。はい、じゃあ今日もね、次回予告でございます。こちら 11.5 で、で、あの、フィンガーシフトにスポンと入るようになってて、これキャメルだと見やすいね。こういう閉じなんで、他社と比較するっていうと、ちょうどね、この前紹介した、ウィルソンさんの一番新しいやつ、1723、こういう閉じね。これが似てるんじゃないかなと思ってね。うん。こちらの方のね、検証考察をね、次回はしていこうかなと思っている次第でございます。